はい、ふどきです。今回は奥賀神社さんにご参拝したいと存じます。それでは参りましょう。はい、というわけで前回ご紹介させていただきました宇賀神社さんのね、その奥の奥賀神社さんをご紹介したいと存じます。まずは場所ですね。はい、島根県のですね、出雲の方にある場所なんですが、まあ北の方ですね。はい、この付け根のところにちょうどある奥宇賀神社さん、山の中なんですけど、まあ前回ご紹介させていただきました宇賀神社さんのですね、まあちょっと山の手の方にね、登っていったところにあるというような感じです。この山の中はですね、前回ご紹介させていただきました宇賀神社さんのご祭神の綾戸姫様がですね、大穴虫の神様、まあ大国主の神様のプロポーズを断ってですね、ガチで隠れんぼしてしまった場所がこの山の中。そんな綾戸姫様が隠れたとされる黄泉の穴、通称メイドの穴の伝説が残るこの奥宇賀神社さんにご参拝したいと存じます。一つ目、メイドさんに会いたくて。はい、こちらはですね、奥宇賀神社さんの参道のすぐそばにね、張り出されていた、情報になるんですが、やっぱりこちらは黄泉の穴と呼ばれるね、綾戸姫様が隠れんぼした場所がね、有名でですね、そこの情報がこちらに書いてあります。でですね、このですね、黄泉の穴に関する情報はですね、出雲の国ふどき、まあ、こちらはですね、国立国会図書館デジタルコレクションさんのですね、出雲の国ふどきのですね、出雲郡宇賀号のですね、まあ、ちょっと後の方、前回ご紹介させていただいたね、綾戸姫様の情報よりもうちょっと後の方に書いてある情報の場所にはなるんですが、この赤線のね、点線の箇所にですね、黄泉の穴の情報が書いてあります。ちょっと漢文でですね、なかなか読みにくいんですけど、まあ海のそばにある洞窟の中のようでですね、まあその深さはよくね、どんだけ深いのかよくわからないと。そしてこの洞窟をですね、夢に見てしまいますと、必ずなくなってしまうという、なんとも恐ろしいお話がこの出雲の国ふどきに書いてあります。この洞窟のことをですね、黄泉の作家とかですね、黄泉の穴とかいう風にですね、呼んでいたということがこの出雲の国ふどきに書いてあるんですが、皆様いかがでしょうか。夢に見たらなくなってしまうって結構恐ろしいお話なんですが、こういう恐ろしいお話を聞いてしまうとですね、なぜかついつい逆に言ってしまいたくなるのは人の差。そんな風にですね、ふどきさんも興味を持ってですね、この黄泉の穴ってどこなんだろうな、この神社さんの近くにあるのかなというような感じでですね、ふどきさんも、こちらの奥宇賀神社さんの方に来てみたのですが、こちらの方にですね、興味を持った方は何も私だけではございません。この黄泉の穴のことをですね、この奥宇賀神社さんの付近のね、お住まいの方々はどうやらですね、メイドさんという風にですね、まあ黄泉の穴だからメイドの穴っていう意味なんですかね、メイドさんという風にですね、呼んでいるようなんですが、このメイドさんですね、興味を持ってですね、調査された方がいらっしゃいます。そのお方がですね、日本初とね、メイド研究の第一人者なのかもしれないこちらのお方、元織宣長さんです。元織宣長さんといえばやっぱり歴史のね、教科書にも載ってくる方ですね。江戸時代の国学者の方としても有名なんですが、どうやらまあ、そもそも国学者って何なんだろうってずっと思ってたんですけど、この国学者だけというわけではなくて、文献学者だったり言語学者だったりお医者さんだったりと、なかなか幅広いね、要するに江戸時代の知識人というような感じなのでしょうか。こちらの情報はウィキペディアの方を参照させていただいております。というわけでですね、この元織宣長さんなんですが、やはり知識人というだけあってですね、最終的にサブカルチャーの方にも興味を持たれたようでですね、このメイドさん、このメイドさんの研究をどうやらされていたようです。まあちょっと冗談はさておき、元織宣長さんね、古事記伝とかね、古事記とかの研究もされていたんで、その中でですね、どうもですね、この黄泉の穴ということに興味を持たれたようです。でですね、この元織宣長さんはどうやら玉勝間にですね、この黄泉の穴のことを書いているようです。ふどきさんもこの玉勝間ぜひね、読んでみたいなと思ったんですが、さすがにね、なかなかデータがね、ネット上には転がっていなかったんで、研究報告結果の方にね、この玉勝間の情報を書いていらっしゃる方がいたので、そちらの方をね、情報を参照させていただきました。それがですね、福井大学の伊吹悟さんのですね、玉勝間の聞き書き商談に関する研究というですね、研究報告結果がですね、ありましたので、こちらの方を参照させていただきつつですね、元織宣長さんのですね、玉勝間の内容、まあどういう風に読みの穴をですね、確認したのかというね、報告結果をですね、ご紹介させていただきたいと存じます。二つ目、江戸時代の読みの穴。
というわけで、伊吹悟さんのね、研究報告結果を読みながらですね、元森宣長さんのですね、どのような調査を行ったのかというようなお話をさせて、ご紹介させていただければと存じます。そうそう、前提なんですけど、これはあの、太木さんが妄想解釈しながらご紹介するんで、多少はしょったりいろいろしてるんでですね、正確なものをね、把握されたい方はですね、ぜひこのですね、伊吹悟さんのね、報告結果の方をご参照いただければと存じます。というわけで、当時のですね、かなりの知識人としてのね、地位を持っていらっしゃる、まあ、研究家だったですね、元森宣長さんなんですが、一つの分野に文献学者というような側面がございます。おそらくですね、古事記とかですね、出雲の国不時とかをですね、お読みになられたのかと存じますが、どうやらですね、この読みの穴に興味を持たれたようでですね、こちらの調査をしようとなさられました。ただ、元森宣長さんはなんてたって、伊勢の松坂とかですね、そちらの方にお住まいの方でですね、どうやら、まあ、紀伊藩とかなんか、京都とかにもね、行かれたりしているようなんですが、まあ、近畿圏、まあ、関西エリアにお住まいの方ですので、まあ、なかなか出雲の国までね、ちょっと遠いってところまでね、移動すると言ってね、調べるわけにもいかないので、そこでですね、知り合いの方に頼むことになりました。それがですね、門人の方なのか、まあ、単純に知り合いだったのか、ちょっと、太木さん分かりかねているんですが、この斎藤秀光さんという方がですね、どうやら石見の国にお住まいだ方がいらっしゃったようで、この方にですね、ちょっと読みの花なので、ですね、調査をですね、ご依頼します。この依頼を心よく快諾された斎藤秀光さんは、隣のね、石見の国から出雲の国へと足を運ぶこととなりました。そんなわけでですね、出雲の国にたどり着いた斎藤秀光さんなんですが、おそらくこの、斎藤秀光さんのですね、覚書みたいなものもありますってですね、そこの情報によりますと、杵築大社がどうたらこうたらっていうようなね、文言があったりするんで、おそらく現在の出雲大社付近まで、到着されたのかと存じます。でですね、そこでですね、現地の、方々にですね、読みの穴はどこにあるんですかっていうようなことをですね、聞き取り調査をされたそうです。するとどうやらとある古老の方がですね、どうもその読みの穴があるということ場所をですね、ご存知だったようです。で、どうも斎藤秀光さんはその案内なんですかね、それに従ってね、山を越えて、通ってったっていうようなことが、記録されております。こうして読みの穴に到着された斎藤秀光さんはですね、現地のことをね、詳しく調べます。どうも古老の方が言うにはですね、牛とかですね、馬とかの蹄の跡が残されていて、これが大穴持ちの神様が尋ね回った時の馬と牛のね、蹄の跡だとかね、そんな情報を聞いたりもしているようです。こうしてはるばる出雲の国へとですね、足を運んで現地調査をされた、斎藤秀光さんは、その報告結果をですね、覚書を書いてですね、その結果を元に宣長さんに報告します。報告の仕方は、まあおそらくお手紙だったと思うんですね、こういう風に会話したわけではないと思うんですが、斎藤秀光さんはですね、山の中登ってですね、その読みの穴をいろいろ調べたよというような報告を元に宣長さんにするのですが、元に宣長さんはその報告を聞いてちょっと驚きます。というのもですね、出雲の国不時によりますと、この読みの穴がある洞窟というのはですね、磯のですね、そばにあるよっていうことがですね、記載されています。まあ、この赤い点線の箇所なんですけど、まあ、磯付近のですね、洞窟って書いてありますんで、まあまあ、海岸の近くにある洞窟のことを指していると思われるのですが、しかし斎藤秀光さんの報告は山の中です。実際に足を運んだ斎藤秀光さんがですね、間違えるというのはちょっと難しい、まあないかなというふうに考えられますし、とはいえ、不時には磯の付近と書いてあるので、海岸近くとなっています。秀光さんの報告と、出雲の国不時の描写の報告、書かれている内容がですね、かなり差分があります。果たしてこれはどういうことなのでしょうか。さあ、そんな読みの穴のすぐそばにあると思われるこの奥賀神社さんにですね、いよいよご参拝していきたいと存じます。いやー、階段苦手な太木さん、しんどいっす。いやはや、ほんと普段テレワークなんで全然歩かないんですよね。まあ、そんなわけで階段もね、ほんと苦労しながら登り降りしているんですが、はい、こちらの階段登ればですね、すぐ、ご本殿ね、御社殿さんがね、目の前で見える状況となります。いやー、やっぱこちらもですね、町の、小さな、まあ村の小さな神社さんというね、なかなか可愛らしい、こじんまりとした神社さんです。というわけでですね、まあこちらにもご参拝させていただきましたのでですね、いつも毎度おなじみのことをお願いさせていただきたいと存じます。お金持ちになれますように。
黄泉の穴の近くでお願いする内容じゃないよなと、自分でも思いつつ、まあ毎度おなじみお願いさせていただきました。三つ目、黄泉へ通じる入り口候補。というわけでですね、斉藤秀光さんが調べてきた状況と、出雲の国風土記に書いてある状況にかなり大きな隔たりがあります。まあ、山ん中と海のそばったらだいぶ違いますよね。まあ、海面が隆起したとかね、埋め立て地作りましたとかね、そういう理由でもない限り、ここまで大きな隔たりはないはずです。では、出雲の国風土記が嘘を書いているのか、もしくは斉藤秀光さんが間違ったものを見つけたのか。もちろん、間違ったものを見つけたわけではございません。実は前回ご紹介させていただきました運用紙ですね。こちら国立国会図書館デジタルコレクションさんの大日本地質体系の方にですね、収録されている運用紙ですね。出雲の風土のことを書いている運用紙、江戸時代中期ぐらいに編纂されたものなんですが、そこのですね、この宇賀郡、口宇賀郡ですね、縦縫い郡の口宇賀の城にですね、どうも、その穴のことが書いてあります。まあ、綾戸姫様がですね、ガチかくれんぼした穴っていうのがですね、この赤い点線のところに書いてありますので、どうやらこの穴をですね、おそらく、斉藤秀光さんをですね、訪れたのだろうなということは大体予測ができます。でですね、この運用紙がですね、編纂されたのは大体1700年代前半なんですね。で、元の宣長さんがですね、調査に行ったりですね、斉藤秀光さんの時代っていうのは1700年代後半の時代になるんですよね。ですので、元の宣長さんとか斉藤秀光さんが調査されたとかね、調べようと思った時期よりも前に運用紙がね、編纂されているということですので、斉藤秀光さんはおそらくこの運用紙の情報を、まあ、この運用紙の本を読んだのか、もしくはそのね、この情報多分地元の方々が有名な話になってると思いますんで、まあ、その地元の方々からお話を聞いてですね、この黄泉の穴をですね、まあ、訪れたのではないかということが大体推察されます。でですね、実際に、この穴はですね、現在でもある穴でして、このまあ運用紙の中でもですね、奥側の城のところにもですね、この小森明神さんのところに、どうやらその穴の情報があるんで、まあまあ先ほどの城のところにも書いてありましたけど、やはりこの奥側、まあ宇賀神社さんの近くにどうやらあるようです。で、ちょっと風土記さんは結局ですね、この奥側のですね、黄泉の穴というところがちょっと場所が分からなくてですね、ちょっとたどり着くことが、できなかったんですが、まあネット上には実際に行きましたっていう方がですね、いろいろ写真入りでですね、ネット上で、情報公開してくださってる方がね、何人かいらっしゃったんで、まあそういった情報を見ればですね、どうやら伏せの方にあるということまでは、なんとなく予測はついてるんですが、まあちょっと、またいつか行きたいなぁと思いつつ宿題になっている場所です。さて、というわけでですね、この奥側の方に黄泉の穴というのはどうやら、実際にありそうということが、ここから分かってくるのですが、そうなってくると出雲の国風土記に書いてあった磯の付近にある洞窟というのは一体何のことなのでしょうか。実は黄泉の穴と呼ばれるのはどうやら二つあるようで、まあまあ奥側にあるのは黄泉の穴というより実はメイドさんではないかっていうね、そんな気もするんですが、まあそのメイドさんと呼ばれている黄泉の穴とですね、最も有名な、Google 検索すると、まあ胃の一番にこいつが出てくるですね、胃の目洞窟というのがですね、出雲の方にあったりします。こちらですね、すぐそばにあるやつです。実はこの後すぐに行こうと、していたんですが、はい、こちらちょっと旅あるあるでね、ちょっと通行止め食らってまして、ちょっと行くことができませんでした。はい、この日はちょっと行けなくて残念だったんですが、はい。まあでも別のタイミングで伺わせていただきましたのでね、またどっかでご紹介させていただきます。というわけでですね、どうもですね、黄泉の穴と言われるのは、まあ通称ですね、メイドさんと言われている奥側にある黄泉の穴と、そしてですね、まあ出雲のね、半島の突端にありますね、猪目洞窟という二つの黄泉の穴があるようで、どうやらですね、まあまあ、斉藤秀光さんはまあそちらの方を寄ってみられたようなんですが、まあ二つあるよということでね、大日本地方この地質体系のね、運用紙の方に載っているものとですね、この出雲の国風土記二つの読み、まあそれぞれですね、同じものをね、見て間違えたとかね、書き間違えたとかではなくてですね、どうやら二つ黄泉の穴というものはあるようです。そういう意味では出雲の国風土記には方にはですね、まあメイドさんのね、奥宇賀の方のですね、黄泉の穴というのは記載がないんで、どうなんでしょうね。
もしかしたら出雲の国不動記の時代にはまだなくて、もっと後にできた、まあ見つかったということなのでしょうか。まあそのあたりをちょっと妄想しだすと、やっぱりちょっとロマンがね、なかなか広がってしまうので、一旦この辺で止めさせていただきたいと存じます。それにしても出雲はやっぱり読みが、いろいろある国ですよね、本当に。まあ、井の目洞窟様もそうですし、メイドさんもそうですし、そしてやっぱり有名なのは、よもつ平坂ですよね。はい、読みの平坂と書いて、まあ、そちらもあったりしますんで、もうこの読みネタが、非常に多いところですと。ただですね、この、読みというのがですね、死者の国を意味しているんだ、というだけではなくてですね、どうやらこの読みという言葉には別の意味もあるようですと。それが古代史のですね、すせりびめこうのさんにですね、ご紹介させていただいたお話なんですが、まあ、読みというのはね、右の方、東の方ですね、東の方のちょっとね、方を見ればですね、読みヶ浜とかあったりですね、まあ、読みっていうのは夜を見るっていう書いて、読みって書いたりもします。でですね、この読みという言葉は、どうやらですね、海外とか外国ということも意味していたりします。まあ、死者の国というのは非常に遠い国ってね、行ったら帰ってこれないほど遠い場所とされているのと、まあ、同じような感覚でですね、海外とか外国というのはね、とても遠い場所だって、そういう意味合いがあったのかもしれません。で、このですね、海外とか外国という視点で見てみると、このメイドさんとか井の目洞窟というこのポジション、この場所ですね、この辺はなかなかやはり興味深いです。前回この井の目洞窟とかメイドさんのすぐそばにですね、残持遺跡があって、落郎土器があったようで、で、どうやら朝鮮半島とつながりがあったんではないかっていうようなお話をさせていただきました。だが、そういえばですね、国引き伝説校、古代史の方ですね、古代史の方でもですね、ご紹介させていただきましたが、そもそもこの辺りの土地というのは、国引き伝説の中ではですね、白木の国から引っ張って、できた場所ということになっています。ですので出雲の国不動記の中でもですね、このポジション、まあこの場所というのはどうもですね、朝鮮半島白木、まあつまり外国ですね、海外の国ととても縁が強い場所だよということがね、案に示されていたりもしますんで、まあそういう意味では読みというね、夜を見る国、海外というね、まあその辺の読みつながりがね、やはりある場所だったのかもしれないですね、この感じは。ちなみに与物平坂とかそっちの方も、夜を見るって書くんですけど、まあ東濃神社さんとかですね、なんとなく海外を意味するような、神社さんがあったりもしますんで、まあまああとやっぱりこれ港ですよね、きっとこの辺、まあまあ思いっきり呼びヶ浜とかね、この辺は埋め立て地だと思われるね、まあもう思いっきり埋め立て地の場所なんですけど、そういう場所だと思われるんで、まあね、古代は天然の良港とかね、海外への入り口が多分ね、東にも東であったんだろうなというところがなんとなく見えてくるところでございます。そんなですね、場所にある奥賀神社さんなんですが、実はですね、本殿の上の方にですね、また末社さん、拙者さんがありました。で、なんと、稲荷神社さんがですね、そちらにあったんですが、この稲荷神社さん、まあ、その名前の通り、なんと、宇賀の御霊の神様がご祭神だったりします。実はこちらのですね、奥賀神社さん、綾戸姫様がご祭神ではございません。四つ目、奥宇賀神社さん、とはなんとなんと、綾戸姫様のですね、黄泉の穴とね、メイドさんで有名な奥宇賀神社さんかと思いきや、なんとご祭神は綾戸姫様ではなくてですね、こちらのですね、奥宇賀神社さんの由緒書きのところをですね、見させていただきますと、ご祭神の神様は天照御神様とね、伏せ雷子の神様と、竹の内の宿根の御事様、沖永たらし姫の神様、大穴持の神様、津主の神様と、竹雷子の神様、ということになっているんで、まあ、なんと言いましょうか。綾戸姫様のかけらもないような感じですね。で、どうやらこのね、由緒の方を見させていただきますと、どうやら明治の末にですね、和田地区に鎮座した見沼神社さんと伏瀬地区に鎮座されていた伏瀬神社さん、本郷地区に鎮座されていた伊勢神社の三社合体の機運が起こり、というわけで、どうやらこの三社がね、合体されたそうです。そして、奥賀神社さんというのがですね、どうやら大正2年なんですかね。はい、それくらいに、できたようです。そして昭和33年にですね、どうやら現在の場所にですね、来られたということですので、
どうやら意外と最近の神社さんのようです。で、どうやら運用紙の方にもですね、この和田岬のところに箕輪神社さんって言ってるようなことが書いてあったりしますんで、まあ多分こちらの神社さんがまあ奥宇賀神社さんの前身、まあまあ場所はかなり違いますけれども、まあそういうことになるのかなと存じます。では、この現在の奥宇賀神社さんがある場所には何もなかったんですかね。なんか隣の小森明神さんというのがね、とてもちょっと気になったりもするんですが、なんかその読みの穴のところにもですね、まあネット上の情報によりますと、読み神社さんというのがあるよというようなことをですね、ご紹介されている方がもういらっしゃったんで、まあそれが小森明神なのか、それともこの奥宇賀神社さん何もなかったのか、なんかあったんじゃないかなぐらいな気はすごくするんですが、ちょっとですね、まあそこ分かりかねるところなので、まあロマンというところでですね、包括しておきたいかなと存じます。さあ、というわけで、どうやらこの奥宇賀神社様とですね、この綾戸姫さんというのはですね、まあ直接的なつながりはまああんまりないようなんですが、まあまあね、近くに黄泉の穴があるというところでですね、まあ何も縁がないというわけではないので、まあちょっとね、直接的なつながりはなさそうですが、まあ黄泉の穴つながりといったところでですね、まあ関係性は、まあちょっとこれ無理ですね、はい。はい。まあ、そんなわけでちょっとね、関連性があまり見えなくなってしまったんですが、まあ、やはり今回ちょっと気になっているのはね、この綾戸姫様のね、姿というのがね、なかなか、今回のところからは、まあ、なかなか見えてこなかったのですが、しかし、こちらは綾戸姫様ので持っている神様テンプレート、まあ、要素をですね、ちょっとこうやって並べさせていただきましたが、かなり重要なテンプレートをですね、かなりお持ちの、お姫様です。なんと言ってもですね、大国主の神様の妻というテンプレート持ってます。そして神むすひのみことさんの娘さんということなんで、ものすごいね、親が偉いっていうとかあったり、で、まあ三つ目はですね、まあ、逃げる嫁様というのはですね、古代史のところでもこれ結構重要視していたりするんですが、このテンプレートを持っているっていうのもまあ一つですと。そして四つ目は、なんて言ったって読みですよ、読み。読みのテンプレートを持っている。そして五つ目は織物系、お名前からして織物系、トライ系を思わせる姫様である。というわけでですね、このテンプレート、どれもこれもすごいテンプレートなんですよね。そして古代史のところで、ね、これ何度もね、お話ししていたりするんですけど、逃げる嫁さんで、読みの国行っちゃったりしていて、織物系で、しかもトライ系で、偉い方の娘さんで、大国主の神様の妻って、こんなテンプレートを持ってる人、そういえばいたよな、同じような人いたよなとかすごく思ってしまうところなんですが、まあまだまだね、この出雲ね、巡りの方はどんどん続いていきますんで、どうもその方のお話はね、どこかでまたご紹介させていただくことがあるかと存じますね。その際にですね、この話もまた触れさせていただければと存じます。というわけでですね、まあ綾戸姫様とですね、黄泉の穴というところにはですね、ちょっと、お伺いすることはできなかったんですが、こちらの奥宇賀神社さんをですね、ぐるっと一巡りですね、ご参拝させていただきました。というわけで今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。